塩川徹也也日本共産党ののです、えー、緊急事態宣言解除の判断基準についいて伺います、えー、判断にあたって、医療提供体制の確保は極めて重要です。そこで、えー、感染者の多い東京都を例に質問したいと思っています、えー。厚労省のホームページを見ますと、5月10日に公表した新型コロナウイルス感染症の入院患者に向けての病床数というのがあります。 東京都の場合は、5月1日時点で、この入院患者受け入れ確保病床数が2000となっています。一方、あの入院者数について、厚労省の発表では1832、2000のベッドに対して入院者が1832、そうすると92、92%ということで、深刻な逼迫状況にあるように見えるわけです。まあ、この点はメディアでも指摘されましたが こういう92%のベッド使用率、東京の状況は大丈夫なのか、この点についてはいかがでしょうか西村大臣東京都の状況についてご質問でございます。本日、専門家会議で公表された資料に基づきますと、5月7日時点で東京都における入院患者、入院されている方は1511名で、かなり改善をしてきておりますし、 昨日公表されました東京都の入院患者数でも、1320名ということで、一時のひっ迫感がです、ね、かなり緩和されてきているものというふうに思います。病床数も2000床確保しているということで、公表されていますが、東京都に確認しましたら、すでに重症者、中症者、中等症者を入院させる病床として、約3300の病床を確保しているというふうに承知をしております。またあの無症状のの方向けの収穫療養施設もです、ね 2, 部屋確保しているということでありますので、そこで療養されている方は117名ということですから、この辺りあたり、しっかりと確保しているものというふうに認識をしておりますあのそういう数字が出てこないんですよ、で、今日の厚労省、政府のホームページを見ても、2000と1832のままなんです、今言ったような状況というのが、やっぱりリアルタイムで反映されてこそ、今、逼迫状況だ、そういう誤解を解消し、体質がどうなっているのか見えてくる、それは直ちにできることなんじゃないですか。 西村大臣、えー、今日の専門家会議に向けて、あの昨日も夜遅くまでいろいろ確認をしながらです、ね、数字を整理したものというふうに私自身は承知をしておりますけれども、ご指摘のように、やはり新しい情報をです、ね、的確に早く国民の皆様にもお示しすることは大事だと思いますので、できるだけ早くそういう情報提供できるように行っていきたいと、行っていきたいと考えております川君、まあ今日の会議を踏まえても、も夕方には厚労省のホームページが直っていると。 いいうぐらいのスピード感でしっかり続けて、この先ほど言った2000というベッド数は、あの入院患者を受け入れることができるベッド数、まあ、これについては少し増えたという話もあの今ありましたけれども、これとは別に、厚労省のホームページによると、東京都の入院患者受け入れ確保、想定病床数、ピーク時にコロナ患者が利用する病床数は4000となっています、まあ、先ほどの答弁にもありました。 この病床はあごめんなさい、先ほどの答弁でない、4000病床は医療スタッフや医療機材や医療防護具が揃っていて、直ちに入院が可能となる、そういう状況にあるベッド数なのか、その点についてはいかがでしょうか委員長西村国務大臣。この4000床につきましてはです、ね、現時点で直ちに入院可能な状況であるものではありませんけれども、東京都が大学病院とか、 公立公的病院に働きかけをした結果です、ね、ピーク時に利用する病床として、それぞれの協力医療機関においてです、ね、医療スタッフや医療機材も含めて、了解を得ている病床数であるというふうに承知をいたしておりょ川君、あの了解を得ているというのは、そのスタッフもいる、医療用の機材もある、防護具もあると、そういうことを言っているんでしょうか西村大臣。 はい、医療スタッフや医療機材も含めて、えー、対応できるということで、了解を得ているというふうに承知をしたしております塩川君、そうするとこの2000と4000の違いが分かんないんですけど西村大臣、えー。いざというときに協力をいただけるということで、えー、大学病院や公立、そして公的病院に働きかけをして、そこで了解を得ているというふうに認識をしております塩川君。 こういった2000と4000の違いなどについても、これは政府の公表の資料を見るとよくわからない点でもあります。そういったことを含めて、きちんと医療提供体制がどうなっているのか、逼迫状況がどうなっているのかが、リアルタイムでしっかりと示すということが求められているんじゃないでしょうか。あの最後に、この PCR 検査の問題ですけれども、この解除の大前提として、この PCR 検査を抜本的に増やして、検査の全体像を把握する。 ここのことが必要ではないのか、一桁少ないんじゃないか、まあ、こういう指摘もあるわけですが、この点はいかがでしょうか西村国務大臣。えー、まさに今後、小さな波もしっかりと見つけなきゃいけませんので、この各県においてです、ね、PCR の検査体制ができていること、これあの、しっかりと見ながら解除するかどうか、そうした判断もしていきたいと思いますし。 専門家会議でもさまざまなご提案をいただいております、必要とされる方が迅速にです、ね、この PCR 検査を受けれるように、しっかりと全力をかけて取り組んでいきたいというふうに考えております川君医療体供体制、PCR 検査、しっかりとした整備をするということを求めて、質問を終わります次に遠藤。